いましょうか。この霧、もしかして例の海域に踏み込んだってことかしら。そうだ、まさにこの海域はフロリアントライアングル。何もかも謎に消える海域の海だ。ちっ、お化け出るんだここの海。ギャー、やだー、悪霊退散グッズで身を固めねば。ちっ、よっほほほほ、よっほほほほ、よっほほほほ、よっほほほよっほほほよっほほほ。出た！よっほほほほ。ごきげんよう。よっほほほほほ。何十年ぶりでしょうか、人とまともにお会いするのは。見ろ、喋ってる。骸骨がアフロで喋ってる。おやおや、そちら実に麗しきお嬢さん、ビューリフォー。パンツ見せてもらってもよろしいですか。見せるか。おい、お前は一体何者なのか、なぜここにいるのか、この海ではどんなことが起きるのか、全部答えろ。そんなことより、お前俺の仲間になれ。え、いいですよ。おーい、死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。新たな船サウザンドサニー号と船大工サイボーグフランキーを仲間に加えた麦わらの一味は、ウォーターセブンを出航後、霧の立ち込める不気味な海域フロリアントライアングルに突入した。そこに現れたのは動く骸骨ブルック。彼はよみよみの実を食べたために、一度死んだがよみがえり、何十年もの間この海域をさまよっているのだという。ブルックを気に入ったルフィは即座に仲間に誘い、ブルックもそれを喜ぶが、彼には仲間に入れない事情があった。かつて何者かに影を奪われ、太陽の下では生きられない体になってしまったというのだ。やがて一味の目の前に謎の島スリラーバークが現れると、ブルックは一味と別れて島に入ってしまう。冒険の匂いを嗅ぎつけたルフィは仲間と共にスリラーバークに入るが、そこでゾンビに襲われ、ルフィたちもまた影を奪われてしまう。影を奪いゾンビを操る者の正体は桜花七部会の一人、月光モリアだった。再びブルックと出会ったルフィたちは、奪われた影を取り戻すため力を合わせて月光モリアに戦いを挑むのだった。合流して森を抜けましょう。ないな。行ってみるか。失礼します。が深くてよく見えねえな。皆さんはどちら。私たちは慎重にコツコツ進みましょう。よかった、無事ね。オーバールフィーさん、ルフィーさん、すんません、わからねえっす。覚悟しろ。ルフィさん、
私、怖くて死んじゃいそうです。あ、私、もう死んでました。よっやるぞ。あなた最初やはず切り、お前、俺の仲間を見なかったか。海賊なら森の奥で見ましたぜ。ここを開けますから、勘弁してください。だがちょっと目を離すとすぐこれだ。よう、合流できたか。いますよ。いますよ。かわいいやつが一匹いるみてえだな。ゾンビたち、
あれは私んとこに連れてこい。私の邪魔をするならどうなっても知らねえ。てめえにこのゴーストの恐ろしさ味合わせてやる。ん？もし生まれ変われるのなら俺は怪になりたい。最低だ。死のう。おいルビー、何を落ち込んでんだよ。やられたのか。私は霊体を自在に生み出すホロホロの実の霊体人間。私の分身のゴーストたちは人の心をうつろにする。ほら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 、てめえもここまでだ。ネガティブホロン。俺の名はキャプテンウソップ。なぜだ、なぜ聞かねえ。ゴーストは当たったぞ。一体どんな手を使って。どんな手も何も、俺は元からネガティブだ！人は生きてる。それだけで前を向いてるはずなのに。頑張れ。励ますな俺を。メガパナに一言だけ言っとくぞ。いいことあるって。不気味な声、何かしら。失礼します。オーバーロック。ビビってる暇はねえ。早くモリアの城に向かうぞ。行きますよ。周りのゾンビどもを倒せ。
のしもべ、オーズだ。ルフィのゾンビだと？オーズ、最初の任務だ。思いっきりやれ。このデカさでルフィの動きとは恐れ入る。何か弱点はあるはずだ。でけえ魚は少しずつ弱らせるってのが定石だが。超怖い。かかってこい、藤原の一味。あのでけえのはぶっ飛ばすぞ。進めねえな。おめえら、足の材料を集めてこられるか。任せろ、すぐに調達させるぜ。ガボッとルフィさん、あいつら守って持ってこさせろ。ガボッとルフィさん、ハッ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 。スーパーやべえぞ。仕方ねえ、やつを追っ払うぞ。ゴムゴムの、ああまあ、ゴムゴムの、行きますよ。バズーマアンパサギヤハズギリ。あは、橋を壊す気か。あいつを攻撃して阻止しろ。あんなのがいたんじゃ動けねえ。おい、奴にまた橋を壊されちまうぞ。この橋の作りじゃ奴の攻撃をそう何度も耐えられねえぞ。 あっちに海賊がいる気がするぞ。となる力、思い知れ。おめえら、タクティクス15だ。え、あれを？
あれを出すのか。ゾロ、グルグル、スタンバイだ。俺の足を支えろ。アイレーツドッキングシックス、巨大ロボ戦士ビッグエンペラー。ちょっと待ってフランキー、レフトアームがまだドッキングしてね。何、おい、何してる。ニコロミン、早くレフトアームにドッキングしろ。人として恥ずかしいわ。もう二度と、二度と誘わないで。ドッキング、ガボッタップフィザー。ねえブラック、鬼みてえな奴らだ。材料がありゃ十分だ。使っている相手は麦わらの一味だな。てめえは王家七部隊の一人、ボークバーサラミュックマ。モリアの部下か。モリア様、いや結構モリアともう関係ねえ。私は今この島から逃げ出すところで。旅行するならどこに行きたい。そんなこと聞いて一体。でも、やっぱりバカンスなら。暗くて湿ってて、怨念渦巻く古城のほとりで過ごしたい。今の、あの子は消えた。泥棒猫だな。麦わらの仲間、モンキー・ディ・ルフィもここにいるのか。ルフィに何の用があるってのよ。あんた目的は何？本当に七部会？何をしようと俺の自由。狙いはルフィなの？こいつやばい。ここで止めなきゃ。まだ
手は出したくないのかな。まずはモリアに会わねばな。月光モリア、ここにいたか。暴君クマ、さっさと用件を言え。ここへわざわざ何しに来た。報告事項がある。桜花七部会クロコダイル公認の後、その後釜が決まった。後継者の名はマーシャル・ディ・ティーチ、通称黒ひげという男だ。元々の懸賞金はゼロ。なるほど、未知数か。よく政府が認めたもんだ。まあ穴埋め作業が済んでよかったじゃねえか。ギーシ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 ー。それと政府には今気がかりが一つある。麦わらの一味だ。政府が何を心配しているかわかるか。奴らのログをたどるとここに来る可能性が高い。また一人七部会が麦わらの手で落とされやしないかと危惧している。ふざけんじゃねえ。俺の心配だと。雑魚海賊抑制のためこの座についてやっている俺に向かって。必要なら俺が貴様に加勢しても構わない。誰に口聞いてやがんだてめえ。あんな少数の経験も浅い海賊団に俺が負けるかもしれねえと。よく見ていけ。そして報告しろ。麦わらの一味はいとも簡単に月光モリアにやられたとな。ではしばらく様子を見ていこう。安心しろ、邪魔はしない。さあお前ら、俺と戦うチャンスをやろう。俺を倒せば全ての影を解放できる。全員でかかってこい。ガボッとランサウンドやってやる。影は返してもらうぞ。Hey!
Yeah!
しょう。焼かず切り。ほっ。よっ、行きますよ。
ガボッと。行きますよ。画像だろうが出る杭だろうが俺は誰にも潰されねえ。潰されねえ、そう言い切る根拠のなさこそがてめえの経験の浅さを。ゴムだから。なあ、ごめん風船。ゴムゴムのイガント、しすぎなんだ。七部会の、これだけ弱り切ったお前たちを消したところで何の面白みもない。私たちの命は助けてやろう。その代わり、麦わらのルフィの首一つ俺に差し出せ。その首さえあれば政府も文句は言うまい。仲間を売れってのか。さあ、麦わらをこっちへ。断る。残念だ。まだ立ち上がる気力が残っていたか。どうしてもルフィの首を取っていくのか。それが最大の譲歩だ。分かった、
首はやるよ。ただし身代わりのこの俺の首一つで勘弁してもらいてえ。大して名のある首とは言えねえが、やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。そんな野心がありながら、この男のためにお前は死ねるというのか。船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。ルフィは海賊王になる男だ。待て待て、クソ野郎、お前が死んでどうすんだよ。おう、でけえの、こんなマリモ剣士より俺の命取っとけ。この一味で最も厄介な存在になるのは黒足の三次だ。なっ、てめえ、御将の頼みだ。これで麦わらに手を出せば恥をかくのは俺だな。その代わりお前には地獄を見せる。モリアたちとの戦いで蓄積された全てのダメージがこれだ。身代わりになるというならお前がこの苦痛を受けろ。ほら見ろ、体が軽いんだよ。なんでだ。嘘つけ、そんなわけねえだろ。何もかも無事なわけねえ。あの野郎どこだ。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。たんまり作った、残すんじゃねえぞ。よほほほほほほ、本当に、あ、失礼。あ、先日も今日もお腹いっぱいごちそうになって、私少し太ったかも。骨なのにってやかましいわ。こんなにうるさいのに目も開けねえな。いつもは一番タフな男がね。これゾロの分な。さあ飲め。飲ますな。辛くない日などなかった。希望なんか正直見えもしなかった。にょっ。でもね、ルフィさん、私生きててよかった。本当に生きててよかった。そりゃそうだ、今日という日がやってきたから。あ、私仲間になっていいですか。あ、いいぞ。さらっと入った。改めまして、私死んで骨だけ、名をブルックと申します。通称花歌のブルック、うだつきでございます。今日より麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。骨身を惜しまず頑張ります。よほほ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 。素晴らしい。